ああ、島津義弘の陣営ですか。はいはいはい。なに、誰なの。ここにこんなあったってこと。九州地方で、あれ、うん、めちゃめちゃ九州から来てるのめちゃめちゃ強くって、うん、鬼の島津って言ってめちゃくちゃ襲えられた、そのなんていうの、マジな戦闘のエキスパート。九州から来てるって言うけど、確かこの人はなんていうの、このなんていうの、その仕事でいうなんていう移動みたいな、あんな感じで、うん、移動人事出されてこっち側に引っ越してきてるはず。ずっと九州でその過ごしてる人じゃないはず。あ、そうなんだ。いや、わざわざこんなとこ九州までここまで来てるってすげえなと思っちまったよ、ね、現代でも通行料えぐいんだよな。だよな。新幹線とかある今のご時世でもきついなって思うのに、そんな。きついな。失礼します。ここ看板がないやん。ああ。ああ、そう、こんな人。あ、そっか。ん？あのさ、一人で納得するなって言われるよ。あなたも一人でそっかとかなんていうの、自分で納得してるセリフ多いからね。ここの陣営すげえな。刀よりも腕っぷしも強いんだね。うん、多分ガタイのいい系の人が揃ってると思う。うん、あ、すげえこの人たちに。今までちょこちょこ陣営ってあったやん。うんうん。もう違う。刀がでかいね、ここだけは。ああ、よっぽどなんかでかいもの振り回せるだけの力持ってる人たちが。槍も全然。あ、ここすごい。あ、この陣営すごいな。おお。グリーンベレー見て。グリーンベレー見て。マジモの軍隊じゃないか。感じで。でも少ないんだけどな、陣営が。まあ、なんていうか、軍隊配置する上で最前線に、なんていうの、一番槍を任せて、もういい感じの、なんていうの、腕っぷしの特攻隊でいける、うん、人たちだと思う。この島津の家紋を背負ってる人たちは。あ、うん、この辺だ、やっぱり。この開戦後は自ら攻撃に出ることはなく、自陣に近づく者はどっちの軍にもかかわらず内からの姿勢を取ったというあたりが。すげえな。でも強えな、この人。え、三成のなの、こいつ。そうだね、西軍って書いてあるね。うん、三成があれ、助けに来てって言ってるけど、嫌だって言ってるからね。めちゃくちゃ戦っとるのにね。最後の方じゃないですかね、それ多分。この、うん、これの右側の部分あたり。でもこの辺りに島津が、ここに島津がその陣張ってるから、多分近づいてきたよその軍で全員なぎ倒されてると思うから。うん、強えな。うん。多分あの徳川軍あれだけ大勢いる中で腕っぷしでいったら、多分なんていうの、ベスト10には入ると思う。入る。すげえ強え。今までないもん。なんだろう、この夏の、あの、鬼島津もなかなかの強さなんですけど、あなたのこのリアクション見ると、戦国最強の陣が構えてたとこ行ってみたくなるな。いや、今までの中では一番強いぞ、ここが。もったいないだけで、多分。なんでもうちょっと、うん。戦場の一番高いとこに行かねえんだろうな。まあ、気乗りしなかったんでしょう。ね、だってこれが戦闘に向かえば意外と勝ってたよね。意外といい線までいけたんじゃないの。あっち、黄色い
スズメバチがいたからさ。よくない。あっちがあそこの道気になるんこれ。冬に来よう。冬だったらスズメバチもいない。ね、いやいや、でもこっちなんだね、戦いが。ああ、そうね。三成の陣がこっちにあるっていう時点で。で、要は右側を任されてるっていうか、ちょうど本当にこっち側から軍勢来て、そうだよね。右のこっち側、軍隊の右側を守っといてっていうあれだから、右からなんか。こっち、鉄壁だよね、完全なる。こっちの壁はぶち破られないんだよね、ほとんど。味方軍もぶん殴ってる以上、誰も近寄らんだろうなとは思う。あ、そうか。そういうのが一番かっこいいよね。敵味方関係なくやりまくるのが。ただの迷惑なんだよな。っていうか、わかんねえんじゃねえ。まあ、なんていうかね。頭悪そうだもん。すげえこと言う。え、なんで力任せの頭悪そうなやつらに。うん、否定はしないけども。え、あー、やっぱすげえな、昼間でもすげえな。この匂いが嫌い。緑以外に何か感じます？この人すごい。いわば俺タイプ。あ、とりあえずなんて分からんから殴っとこうっていう、そのなんかわがままさも好き、こいつの。ああ、そうね。こ、俺まあまあ書いてあったしね、その。俺多分こいつタイプだわ。うん、どこの軍勢入るって言われたら今んとこここの人。俺入る。うん、なんかすげえ、こいつすげえわ。おお、うん、この兄、力任せ好きやな。すげえな、ここ出るまではいかんけど、だいぶがっしりとした恰幅のいい方。強い、喧嘩が強い。へえ、腕っぷし、喧嘩が強いんだ。俺こういうタイプだな、こう感じるのをしたら。おー。